はい、マジックパニー無料動画講座です。今日はですね、フィンガーパームについて解説いたします。フィンガーパームは大体中指、薬指が中心になりますね。ここで隠し持ちます。これも右手でも左手でもやります。こんな感じです。これも持ってないように気づかれないように、一番注意しないといけないのはこの隙間だと思います。ここに隙間が空いてしまうとコインがチラチラ、特にあの照明があるとキラッと光ってしまいますので、必ずこう指を閉じる、指の隙間を見せないというのが大事になってくると思います。一番使えるパームなのでっていうのがですね、やっぱり自然に見えるパームなので、例えば握っててもなんかいろいろ動きにこう支障にならない、そういうパームの仕方になります。前回説明したクラシックパームなんかしてると、どうしてもクラシックパームをしているとですね、手がこうこわばってしまったりとか、親指が中にこう入ってしまったりとか、どうしてもなりますので、手の角度を気をつけて動かすんですけども、クラシックのフィンガーパームだとそういう動作が全く、例えば見せてもフィンガーパームだと持ってるように見えない。ただまあこの場合は角度を注意してください。あまり上げすぎると見えますので、手を開いても見えないようなパームの仕方、これフィンガーパームです。持つポイントはこの関節のところにコインが挟まります。右手も左手も同じです。私はあの薬指で押さえている感じです。中指と小指は添えるだけです。できるだけ小指を外側に出してください。中にこう入ってしまうとなんか持ってる感が出るので、小指ですね、小指を外にこう出しておく、なおかつ隙間を空けない、大事な握り方のポイントになると思います。はい、今日は以上です。